それでは定刻になりましたし、咲田さんが来られて8名になりましたので、 これで議事成立いきします。第6回の基本政策分科会を開催いたします。それでお手元の議事次第に従って進めてまいりますけれども、本日は消費面、需要面から見たエネルギー政策の在り方について議論を行います。たくさんちょっとプレゼンテーションがありますけれども、まずご当審議官より資料1の1、エネルギー需給をめぐる状況と需要か産業界の動向について説明、まずよろしくお願いします。それでは資料1の1でありますけれど、需給の全体のマクロの数字、2012年の数字出ましたので、それを踏まえて状況を少しご説明させていただきます。で、あとは需要家からのいろんな声も少しお話をさせていただきたいと思います。ページめくっていただきまして、1ページ目でありますけれども、一次エネルギーのこの供給の変化であります。2012年の数字が入りまして、2012年は、これトータル全体のところ数字入っておりませんけど、5億3900万、キロリットルということになります。100万キロリットル単位で書いてございますので、数字で539という数字になります。で、これは、これ年度ベースでございますので、震災以降、フルに1年間、原子力発電所が、ほとんど動いていないという状況のところの供給状況でございます。原子力は、この右の端に数字書いてありますけど、2010年に比べて、三角の6000万キロワット、あ、6000万キロリットルという状況になり、他方で、石油、それから LNG が、プラスになってございます。で、トータルは、節電、その他、省エネということで、震災の前に比べて、大体約30万キロリ、3000万キロリットルぐらい減っているというような形になってございます。で、ここでちょっと、面白いことを一つだけ申し上げますとですね、実は石油と天然ガスの数字を大体足していただきますと、例えば、93年では両方足すと65%になっておりまして、で、実は一番高い、2007年の時でも大体62%ということで、大体その石油と天然ガスを足した数字って変わってないんですけど、今までいろいろガスシフトという話ありましたけれども、実はその石油の減少を天然ガスで補っているというか、石油を天然ガスに振り返っていくことが、ずっと歴史的に見えているというふうに思います。で、2ページ目が、発電電力量でありますけど、これも同じように、震災の後、ぐっと減少のウェイトが減っております。例えば、一番発電量が多かった2007年のタイミングでは、原子力の比率が26%で1兆キロワットアワーを超えていたわけでありますが、2012年ではですね、9500億キロワットアワーということで、約1割ぐらい減っている形になってございます。で、原子力運営とか、急激に落ちておりまして、2010年が29%であったものが11%、2%と今減っております。それを補う形で石油が7から18と、天然ガスが29から42というふうになってございます。で、これも先ほど同じように、実は天然ガスと、石油を合わせた割合というのはそんなに変わっていなくて、93年が合わせて43%であったのが、例えばピークの2007年では合わせて46%ぐらいということで、基本的に石油と天然ガスが振り替わってきたと。それで、他方、石炭がウエイトが非常に上がってきているということが分かるかというふうに思います。で、ページをめくっていただいて3ページ目であります。これを供給面の話の次に需要面であります。最終需要を分野別に分解しますと、2010年から2012年の最終消費は全体で4.2%下がっておりまして、その中でもですね、これ産業用と家庭用が5%ずつ下がっているということで、エネルギー消費は産業と家庭部門の、なんていうんですか、節電の効果が大きかったということだと思います。業務用は実はあまり減っていないということなんいう状況になっております。で、これを電力消費で見ますと、次のページであります、4ページ目でありますが、これだとですね、全体で8%、2年間で減っている中で、実は産業のウェイトが、三角15%、相当減っています。ちょっと若干統計の、なんていうか、性格もあって、ここまで本当は言ってない可能性もあるんですけれども、15という数字はあれだとしてもですね、相当程度産業は頑張ったような、状況になっているというふうに思ってございます。で、それからページめくっていただいてですね、5ページ目でありますが、
実はこれ出所のところでですね、電力右下に出所、左下に 出店が書いてあるんですが、これ実はすみません、出店間違えておりまして、これは総合エネルギー統計でございます。つまり電力以外のことも入っておりますので、これは総合とエネルギー統計が作成したという形に直させていただきたいと思います。ちょっと、大変申し訳ございません。でこれでエネルギー源ごとの状況を見ると、やはり石炭は産業用の源によって若干2010年に比べて減っております。石油はですね、発電は相当伸びているんですが、発電用以外の部分ではやはり数パーセントの減になっていると。で天然ガスは発電用以外においてもやはり増えているということで、これは石炭石油の減を補っている形になっているのではないかと思います。であと節電の影響で電力も大幅に減っているというのは全体の傾向が見て取れるかというふうに思います。でこれをですね、今日後でご説明ありますけど、温暖化との関係で見ますと6ページでありまして、2012年の数字が出ました。エネルギー起源 CO2 分でありますけれども、震災前の2010年が電力が約 3.7 億トンという状況でありましたけれども、これが1億トン以上増えて 4.86 億トンという状況になってございます。そういう意味ではこれに引きずられてエネルギー起源 CO2 も全体が12億トンという形で相当程度伸びております。これは後でいわゆる 5.5 ガスを載せた数字が出てくると思いますが、それで見れば基準年の12億トンというのも同じくやはり相当程度上回った形になっているというふうに考えられます。でそれからあと産業界に、電力料金の動向等をちょっとヒアリングした結果がございます。後で今日参加されていない資料の説明しますが、日産の志賀委員からもですね、そのなりの影響があるというのは出てございますけれども、業種横断的に25社、聞き取り調査を行いましたが、やはり23社で料金上昇のによってですね、生産コストにおける電気料金が上がっているということで、なかなか転嫁ができないと、結果として営業利益が圧迫されているというのが概要としてでございます。いくつかご説明しますと、やはりこの一番最初の電気電子の A 社というところでは、やはりそのコスト増で毎年40億、50億とコスト増になっているということとか、やはりその電気料金の上昇って国内問題で価格転嫁ができないと、グローバルの中では転嫁は難しいというような声が上がっております。でその結果として営業利益はこの A 社という素材の A 社という形では約 12% 減っていると。で次の鉄鋼の A 社、これすみません、誤植がございまして、電気料金の上昇によりというところで、なんか主語が2つ並んでおりますけど、前の営業利益はというのはちょっと、削除していただければと思います。電気料金の上昇により料金負担がその20億上がっているということでございます。転嫁ができないということで営業赤字になったと。で対応としてはですね、やはり契約電力のミニマム化とか石炭ボイラーの利用というような話、それから生産体制の見直し等を行っているというような話が出ております。で8ページ目でありますが、対応に対して、もうそろそろ限界ではないかという声が結構上がっております。上の資格の中でも、努力は限界に達しているという声が多いと。追加的節電対策が打てないというような話、それから夜間料金ですら自家発よりも高くなってきているような例もあるということでございます。下にいくつか声ありますが、深夜、土日を使って対応しているが上昇に耐えられなくなってきて限界と、業績は赤字になると。それから夜間帯の電気料金が自家発コストでも高くなっているということで、夜間電力の削減もしなきゃいけないと。それからですね、自家発をフルに活用しているが、CO2 が増加していると、そういう企業が不利益にならないようにしてほしいというような声も出ております。それから契約先を電力会社から新電力へ切り替えているというような声がございます。でページをめくっていただいて9ページ目でありますが、今後の生産活動でありますが、先ほど全体で25社に声をかけましたが、そのうちの5社においてはですね、もう海外へ生産を移転する必要性があるということを言っております。それからあと、面白い例ではですね、その値上げが今予定されていないところに生産を移すというようなことを考えるところがあるということでございます。で、下のいくつかの声ではやはり米国に工場を有しているので生産配分を変えると、それから今後の動向によっては海外移転を検討しなきゃいけないと、それから生産値上げのない電力会社の管内への移転も検討ということで、あとそれから人員削減と、
それから新規採用の見送りというような声が上がってきているという状況でございます。それから10ページ目以降は参考で、これは各社の産業界からいろいろいただいた意見をまとめておりますので、後でご覧いただければというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。次は中上委員から資料1の2、電気料金の値上げに関する消費者意識調査、消費者意識についてご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは手短にご報告したいと思いますが、これは電気料金の上昇によって消費者がどういう意識を持っておられるかということだけに限ってやったものですから、本当はもっと突っ込んで要因分析に足るような調査をやりたかったんですが、今日ご報告するのはごく概要になると思います。目的はそこに書いてありますように、燃料費の増加の影響で電力6社が料金値上げを申請して認可されているわけであります。右側の図が表がですね、電力10社の電気料金の値上げの状況でありまして、この表の読み方ですが、2013年の7月に調査をしたものですから、2013年の7月と311以前のですね、2010年の7月と比較して出してあるわけであります。で、料金の値上げの申請認可内容についてはその右の中記で書いてありますが、この料金値上げ以上にですね、実際には家庭での負担が増えている状況がよく分かる。例えば東京を見ていただきますと、2012年9月に家庭用で約 8% 強の値上げがあったわけですが、2010年7月時点でのですね、同じ電力消費量で計算すると6300円に対してですね、7月では7900円でなんと 25.2% も上がっていると。で、そんなに上がってるのかなと言って、ちょっと後で調べさせたんですが、今日のこの分厚い資料に入ってますんで、後ほど見ていただきたいんですが、この基本政策分科会の第2回の会合のですね、資料2のエネルギーコストの経済への影響についてという中に出ておりまして、確かにそのグラフを見ますとですね、相当大きな上昇幅であります。当然燃料調整費とかですね、それからフィットによるですね、上乗せ分とかっていうのは加わってまいりますから、この単純にその値上げだけではないって聞いてきてるっていうわけであります。それが右の表の見方でありますけれども、で、要するに電気料金値上げに関して消費者がどういうふうな感想を抱いているかということが目的であります。で、調査方法はですね、インターネットでアンケート調査をいたしました。で、調査期間は猛暑の影響が出る直前であると思いますので、猛暑の影響は入ってないと思いますが、2013今年の7月26、27日で、調査対象としましては東京電力、中部電力、関西電力の管内の一般家庭を対象にですね、約1100件弱の調査を行いました。で、調査項目は物価上昇の実感であるとか、料金値上げの認知度、どんな対応したかと、節電意識はどうであったかと、電気料金はどの程度この値上げといった情報を把握しておられるだろうか、から新しい電気料金のメニューへの認知度等々をですね、お聞きしたわけであります。3ページ目、3枚目に行っていただきまして、ページ数でいうと 2ページですけれども、電気代値上がりによる生活への影響を地域別に見てみますと、右側にグラフがございますけれども、7割の世帯が電気代値上がりを実感と。で、この右側の図でいきますと、濃い赤色がですね、濃い色が、白黒の方は濃い色になっていると思いますが、とても実感しているというのと、それからやや実感しているの、この合計を見ていただきますと、7割の世帯が値上がりを実感していると。で、左の表にありますように、関西と東京では、料金値上げしていて、中部では値上げがないわけでありますが、中部の管内でもですね、約6割ぐらいの方がやっぱり、電気代の値上げを実感されているという結果になりました。で、3ページ目に行っていただきますと、じゃあ値上がりによってどんな生活への影響があったかということでございますけれども、特に影響があったところを抽出してみますと、中にどうも自営業の方のおうちにもですね、従来伝統で行ったようでありまして、自営業の方は家庭プラスご自分のお店のですね、電気代が払っているものですから、相当大きくですね、反応が出てきたというわけでありまして、自営業おうちで、自営されている方は、相当程度、この実感を持ってですね、高くなったということを、お答えになっております。それから世帯類型別で見ますと、右側の図がいいかと思いますけれども、高齢の単身夫婦世帯や、それから、マッシー一番小さい子はですね、小学生の親子世帯が電気代値上がりを、強く実感しているというような結果が現れております。次、4ページに参ります。で、じゃあどういう対応をしたかと、
ということでございますけど、電気代の値上がりによって半数以上の世帯が何らかの節電をなさったわけでありますが、左の図がですね、その割合でありますが、やはり実感している程度、マグニチュードが大きいほどですね、節約を心がけるようになったということが顕著に出ておるわけであります。これ逆の読み方をすると、あまり実感してないという世帯はですね、実はここに本当は取り代がいっぱいあるんじゃないかと思いますけれども、もっと本当はこのあたりを積極的にもっと節電をしていただかなきゃいけないわけでありますが、感覚通りの答えが出てきたかなと思っております。で、7割が電気代を節約しているほか、光熱費以外も含めてですね、全体的に節約意識が高まってきているというふうな状況であります。で、右側がそのどんなことをやったかというわけでありますが、これもほとんどが一連の節電行動と相大差はない、節約行動を取っていただいたことが、よくわかるわけであります。で、今ですね、光熱費の支出割合というのを家計調査ベースで見ますと、大体 6% ぐらいがエネルギー代という形で払っているわけです。その半分強、3.4% 半分以上ですね、 3.4% が電気代なんですね。で、これがですね、もう少し遡っていきますと、 3.4% の電気代を記録するということは、ここ数年のもう顕著な上昇傾向であるんで、普通はですね 2% から 2.5% ぐらいなんですね。だから1ポイント以上負担が増えている。光熱費支出につきまして、他の先進国の例を申し上げますと、アメリカとかですね、イギリスの例を見ておりますと、大体 4% 前後であります。したがってここもですね、 6% ぐらいの日本の支出割合でありますから、相当やっぱり光熱費負担が全体でも大きいということがわかると思います。次に5ページに行っていただきまして、東日本大震災以降の節電意識ですが、これは極めてある意味では節電行動がよく続いているというふうに見るんだろうと思いますが、今年の夏も節電を強く意識していた世帯の割合は、約4分の1ぐらいの世帯は強く意識なさっていたと。ただ震災以降は徐々に低下傾向にございますけれども、震災以前、すなわち一番左を、この左の図の一番左の方を見ていただきますと、それから比べればですね、約2倍ぐらいのやっぱり節約が行動が出ているということでありますから、それはそれなりに持続しているのかなというふうに読むことができるかと思います。で、今年の夏、節電を強く意識していた理由は、光熱費節減が6割と最多であります。これを右側見ていただきますとですね、今までは昨年の夏の節電意識ということで見ますとですね、この光熱費が安くなるからというところが、今回の調査では非常に大きくなっている。それ以前の昨年の夏の節電意識の我々の調査した結果によればですね、電力が不足しているから節電するんだということになっていたわけでありますが、それがむしろ光熱費負担がやっぱり大きいので節電したという方向にかなりシフトしていることがわかると思います。で、もう少しこの本当は構造的なことをご紹介すればいいんですが、いやもう冗長になりますので、今日のご報告はここまでにします。ありがとうございました。はい、中上、ありがとうございました。次に木村省エネルギー新エネルギー部長より、資料の2、需要サイドから見た今後のエネルギー政策の方向性について説明よろしくお願いします。はい、それでは資料2でございます。省エネあるいはスマート分散といった切り口でご説明したいと思います。ページめくっていただきまして、1ページというページ番号のあるところをご覧ください。これ先ほど事務局が提出した資料にもございましたけれども、長期の趨勢で見ますと、我が国のエネルギー消費状況でございますけど、産業は減って、ただし現在でも全体の4割程度は占めておるわけでございますが、民生はその高止まり利用をしているということかと思います。2ページでございます。電力需給の状況でございますけれども、日本はその時間帯あるいは季節によって凸凹があるというそういう特徴があるのではないかということが見て取れるわけでございます。から3ページ、産業部門のエネルギー消費状況でございますが、消費量トータルで見ますと73年度比で 0.9 倍ということでございますが、消費減単位で見ますとその73年度に比べて 41% の改善ということ
で、まあ、その製造業の消費減退、まあ、目覚ましい改善を遂げているということでございます。で、素材系産業8割弱を占めておるわけでございますけれども、4ページご覧いただきますと、その例えば鉄鋼業ですとその 26%、 化学工業では 55% ということで、大幅な改善を見ているということでございます。から5ページ、やはり溶業、土石業、セメントでございますね。それから紙パルプにつきましても大きく改善をしているということでございます。で、6ページ、業務家庭部門のエネルギー消費でございますが、床面積あたり、または世帯あたりのエネルギー消費量、これは効率でございまして、下 の、 グラフで見ていただくと、その緑の折れ線に当たるものでございますけれども、まあ、近年というところで見ますと、まあ、横ばいから改善の傾向ということかと思います。で、床面積あるいはその世帯数というのは、おおむね一貫して増加傾向にあるわけでございますけれども、全体の効率がまあ改善しているということもあってか、エネルギー消費量はまあ業務部門では近年まあ改善をしておりまして、家庭部門でも横ばいという状況だと認識ができると思います。から7ページ、業務部門のエネルギー消費状況でございます。まあ、これ時代によってかなりまあ変遷をしているということでございますけれども、やはりまあ建物の場合はその用途によりましてかなりまあ大きくエネルギーの消費の構造が違うということで、まあ、どこでその省エネを図るべきかというのは一律にはまあなかなか言えないわけでございまして、まあ、丁寧な取り組みがまあ必要になってくるということかと思います。から8ページ、家庭部門でございます。まあ、全体としてその増税があるわけなんですけれども、そのシェアで見ますとやはりその動力照明の部分というのが、まあ、全体として増えているということかと思います。まあ、動力照明が全体の3分の1、給湯それから冷暖房というのが、まあ、3分の1弱というような比率かと思います。それから9ページ運輸でございますが、貨物部門それから旅客部門で見ますと、旅客部門は全体のその3分の2を占めてございまして、旅客は増加ないし、若干横ばいといった傾向、貨物については改善をしているということかと思います。で、いずれにしてもその8割以上をその自動車によるその消費というのが占めているということでございます。続きまして、以上が全体 の、 その概況でございますけれども、11ページ以降でその省エネルギー政策の中身につきまして、簡単にその、まあ、全体像をまあご説明させていただきます。まあ、省エネルギーと申しますのは、まあ、その生産性ですとか、まあ、あるいはその競争力といったものに直結する面がございます。で、まあ、技術的経済的に可能な範囲というものを考慮しながら、できるだけまあ網羅的に対策を講じているということでございまして、まあ、手法としてはその規制とそれから支援が両面両輪ということ で、 でそれをその技術それからまあ省エネ意識の向上、まあ、啓発といったようなもので支えるという構造になっているということでございます。で、12ページでございますが、省エネ政策のまあ根幹をなすものとして省エネ法という法律がございます。で、それぞれの部門ごとにエネルギーの効率向上を求めるものでございまして、まあ、例えばその工場事業所のところを見ていただきますと、まあ、特定事業者、これ例えばエネルギー使用量1500キロリットルパーイヤーということで、まあ、日本 の、 そのエネルギー消費量ベースで言いますと大体9割をそのカバーしておるんですけれども、まあ、エネルギー管理者を選任していただく、あるいは使用状況を提供報告していただく、計画を提出していただくといった、まあ、管理をしっかりやっていただくということ、それからまあ 気づきの、まあ、ある意味機会をその提供するというようなことで、まあ、PDCA サイクルをそのしっかり回していただくということをまあ主眼にした、まあ、若干おせっかいかもしれませんけれども、まあ、これによってその、まあ、業務部門等につきましては特にまあ飛躍的に省エネ意識が高まったというような効用もあるということも聞いてございます。それから例えば機械器具のところでございますが、これはやはり性能向上というのをその後ほどご説明しますトップランナー制度等を通じてやっているということですし、それから右下でございますけど一般消費者への情報提供といったことも努力義務がかかってございまして、これを受けたその告示に基づいてさまざまなラベリングですとかそういったことが行われているわけでございます。で、個別の部門ごとに見ますと13ページ産業部門でございますが、これは全体9割がカバーされているというのを先ほど申しましたけれども、努力目標としては右に記載ございますけれども年平均 1% 以上ということを、まあ、努力目標としては掲げてございまして、でそれ以外にその個別に遵守していただきたい事項、それから業種によってはそのベンチマークといったその指標をまあ設けておりまして、まあ、全体としてその達成度を評価させていただくという構造になってございます。まあ、合わせてその省エネ投資が競争力にもつながるということをまあ重く見まして、支援措置も講じているというものでございます。
それから14ページ、業務家庭部門でございますが、業務部門につきましては、全体の4割程度がその省エネ法のカバーということでございます。構造としては基本的に産業部門と同じような体系でございます。他方、そのトップランナー制度、中に入れるその設備の性能向上が必要でございますので、トップランナー制度、の、 その対象になっている機械器具というのが多いと。いうことでございますし、それから住宅建築物自体 の、 そのネットゼロエネルギー化といったことをその進めているというものでございます。それから運輸でございますが、運輸につきましてもその輸送事業者、荷主についてその規制がございまして、またその自動車につきましてはトップランナー制度で、その燃費の改善というのが顕著に見られるということでございます。で、次、ではそのこれからその省エネ政策をどうしていくのかということでございますが、一つはその電力の需給バランスというものを考慮したその省エネ政策というのが合わせて必要になるということ、それから業務家庭部門がやはり伸びているので、これについてどうするかということ、それからやはり使い方をその工夫するという、その3点ぐらい挙げられると思います。18ページでございますが、電力需給バランスを意識した対策としては、やはり前のページで見ましたように、電力の需給、どうしてもデコボコがございますので、電気需要平準化という概念を省エネ法の中に入れました。でそれによりまして、その指針を策定し、新たな評価指標をその追加するといった工夫をすることによりまして、どうしてもその節電対策で蓄電池自家発を入れますと、そのピークには資するわけでございますけど、そこだけ見るとロスもあるわけで、それをそのどのようにその調和してやっていくかということが求められているということだと思います。から19ページ。業務家庭部門の対策でございますが、やはり住宅でその断熱性のようなものをその高めていく必要があるということでございまして、20ページ見ていただきますと、新たにその住宅建築物 の、 その断熱材窓といったものに対しまして、そのトップラナ制度を導入するということで、例えばグラスウール、あるいはそのアルミサッシ、単板ガラスといったものをその複層ガラスに変えていくといったようなことをその取り組みとして求めていくということをしたいと思ってございます。21ページ、全体としてその住宅建築物の省エネ性能を向上させるという必要もございます。で省エネ基準はその適合率を上げていく必要があるわけですけれども、今は適合してなくても直接的なペナルティはございません。従いましてその適合率を上げていく、これはさまざまな施策によってその9割あるいは住宅について5割といったところまで上がってきているということでございまして、22ページ言いますと、最終的には適合の義務化、適合していないと原則建築ができないというところに、進める必要があるのではないかということで、2020年を目標年度として段階的にやっていくということを、掲げてございます。23ページは省略させていただいて、24ページ、エネルギー消費機器の性能向上、これはそのトップランナー制度、従来からやってきております、省エネとそれから競争力強化という、一石二鳥を狙った制度でございまして、でこれもその新たにその LED ランプ、あるいはその電動機といったものとの対象機器に追加をして、取り組みをその進めているというものでございます。25ページは省略させていただきまして、26ページ。無駄のない使い方ということで、マネジメントビジネスの活用というのが見られるようになってきているということでございまして、で合わせて27ページに行きますと、その事業者サイドによりますその一般のそのへの働きかけといったものも行われてきております。でさらにその28ページでございますが、その国際規格もございまして、ここでもその省エネ法と見まして、その PDCA サイクルをその重視した取り組みというのが企画の中で盛り込まれているというものでございます。以上が省エネでございまして、次スマートのその世界をご説明したいと思います。31ページでございますが、需要化サイドの変化として、やはり震災を契機にそのエネルギーの供給制約、あるいはその脆弱性といったものに対する意識が高まったということで、やはりその省エネ節電を進める、それから需要化に身近なところでやはりさまざまな供給力というものを作っていこうというということ、それを支える技術とかいうものもその成熟してきているというのが現状だと思います。32ページでございますが、その需要のを必ずしも省エネのものとせずに消費パターンをその変化させる、それから分散型エネルギーシステムというものを構築することによりまして、一定 の、 その政策的な効用というのを生み出していくことができるのではないかということでございます。で34ページでございますが、そのスマート化の手段といたしましたディマンドリスポンスというのがございます。
ございまして、でこれはその、まあ、料金を変動させるタイプと、それから減らしたその量等に応じましてそのインセンティブを出すやり方がございます。でこれにつきましてはですね、まあ、35ページは一般的なその意義でございまして、まあ、ディマンドリスポンスで確実にそのこれが当てにできるということでございましたら、やはりその需給逼迫の解消にそのこれにまあ頼れるといいますか、あるいはその最終的にはその効率的な電力システムの構築にもつながってくるという効用を私どもとしては考えておるわけでございまして、で実際にその実証を行った結果でございますが、36ページですが、あの電気料金をその変動させるそのディマンドリスポンスによりまして2割ぐらい の, そのピークカットが可能であるという実証データがございます。で他方その、まあ、あの実ビジネスにおきましては、あの必ずしもそれが十分その浸透しているというわけではございませんで、37ページ見ますと、やはりあの時間帯別料金メニューというのはあの揃ってきているんですけれども、やはり普及率が低いということと、それからピーク別 の, その料金、逼迫しているときに特にその高くするということが、そういうそのメニューはあまり提供されていないという、日本にはその中でも提供されていないということでございます。それで、大口 の, そのインセンティブ型の TR はあのまあ、減らしてくれた場合にその報酬を払うものなんですけれども、これはその需給調整契約というのはまず一つそれに該当するわけなんですけれども、これもその随時調整契約につきましては現在、まあ、発動実績がないという状況になってございます。それから39ページ、小口 の, その節電を まとめることに対してそのインセンティブを払うようなものが実験的に電力会社の協力も得ましてやったということでございますけど、やはりまあ発動実績が非常に少ないというということで、まあ、ビジネスとしてなかなか成り立つレベルにはなってないということかと思います。で、まあ、欧米ではこれがまあ比較的定着しているというふうに言われてございまして、例えばまあ米国ではその相当程度 の, そのポテンシャルがございますし、それからあの、まあ、日本はその節電にまあコミットする段階でそのインセンティブが支払われないんですけれども、まあ、あの発電量で支払うということなんですけれども、それではなかなかその安定的な収入がまあ得られないということがあるんですけれども、その、まあ、欧米、まあ、特にまあ米国 の, その例ではその削減をコミットした段階でその基本料金が支払われるということで、安定的なビジネスが可能になるような仕組みがあるということでございます。から41ページ、まあ、容量市場、それからアンシラリー市場といったところでこういうその需要削減量が取引できるという体系も、見えてきているわけでございます。で42ページでございますが、まあ、課題でございまして、まあ、やはりそのこういうことの効用というのをその関係者が理解するということと、それから、まあ、環境整備、スマートメーターですとか標準化、それから周辺ビジネスの促進といったことが重要になってくるわけでございます。で43ページでございますが、あの少し字ばかりの資料恐縮ですけれども、まあ、そもそも、まあ、意義について認識を共有していくということが必要で、まあ、そのためにはやはりまずはディマンドリスポンス の, あ の, その達成可能性といいますか、そういったものについてより普遍的な、まあ、あのデータというのをしっかり取得していく必要があるのではないかということで、これは私どもの課題として取り組んでいきたいと思っております。それからやはりまあその今後はその手作業でまあその家電をその操作するのではなくて、まあ自動制御をやっていく、それから日本ではまだあの取り組みとしてあんまり行われておりません、そのインセンティブ型の DR につきましてはよりその活用可能性といったものをその精緻にまあ見ていく必要があるのではないかというふうに思ってございます。44ページはスマートメーターもうあの言い古されておりますので割愛をさせていただきます。から45ページはあの技術開発標準化に合わせて取り組んでいく必要があるということでございます。で46ページ、まあ、周辺ビジネスでございますけれども、まあ、DR あのディマンドリスポンスだけではなかなかビジネスとして成り立たないものですから、あの合わせて新ビジネスの創出というのを、創出をそのセットで取り組んでいくことが有用なんではないかということでございます。それから、48ページに行きまして、その分散型エネルギーでございますが、まあ、定義は明確にないんですけれども、基本的にはその集中型のものとその連携をしながら、できるだけその自前でその調達管理するものということで、でそれ合わせてそのエネルギーマネジメントのシステムというのが、セットで入ってくるというのが発展形態としてあるということかと思います。で、まあ、意義でございますが、今更でございますけど、まあ、供給リスクの分散化、それからエネルギーの有効利用、環境配慮、まあ、例えばそのローカルに使いますと熱をまあ利用しやすくなるわけですし、それからまあ送電ロスの低減といったまあそういう効用があるということかと思います。あとまあ地域経済というのもございます。から50ページ、
具体的な種類で、まあ、いくつかのパターンで、まあ、個々の需要場所の単位あるいはその面的な広がりとの関係で、まあ、分類をしていくことができるわけでございます。でさらにそれがそのスタンドアローンなのかそのエネルギーマネジメントシステムがついているのか、まあ、それもその単に見える化だけしているのかさらにそれを超えた需要化への働きかけがあるのかといったことでいろいろと分かれていくということかと思います。で個々の構成機器でございます。51ページ、まあ、小ジェネですけれども、まあ、頭打ちだったんですけれどもここに来てまあ盛り返しつつあるという導入状況でございます。52ページはエネファーム燃料家庭用燃料電池でございますけれども2016年にはその自立をするようにその初期市場を形成しているということでございます。から蓄電池ですが53ページ、2.3 万円という目標、まあ、コストがやはりまあ課題でございますので、これはまあその現在、揚水発電 の, そのコストというのは 2.3 万円ということで、まあ、これを一つの目安として、研究開発等に取り組んでいく必要があるということでございます。それから54ページ、55ページ、56、57、58あたりはあの実例でございます。あの時間のあるときにご覧いただければと思います。それから59ページでございますが、あの課題でございますけれども、やはりそのシステムのコストが高いということと、それから熱がなかなかやっぱり使えないということ、それからもう制度的な課題が横たわっているということが挙げられております。で、60ページでございますけれども、やはりまあその構成機器 の, その価格低減、まあ、あの技術開発をしていくということとその初期市場を創出するというまあ2つのアプローチでやっていきたいというふうに思ってございまして、で他方そのまああの燃料費にやはりまあ結構その依存するところが多いものですからそういったところ の, その低廉化というのがあの非常にあの意味があるわけなんですけれども、そのやはりまあその分散型エネルギーシステム全体としての経済性ですとかあるいはその政策効果といったものをそのよりまあ適切に評価していくようなそういうなんかあのコンセプトセンサスといいますかあの枠組みのようなものができればいいのかなということ、まあ、ちょっと漠然としたあれでございますけれども考えたりもしております。それから61ページその熱でございますけれどもこれはその、まあ、使いたくても使いづらいということもございましてさまざまなその規制緩和あるいはその自治体によるその積極的取り組み の, その推進といったようなことをその呼びかけたりあるいはその制度改正などを行ってきたりしております。それから最後でございます62ページ、電力システムとの関係でその分散型エネルギー の, その構築に寄与するようなものというのもいくつかあるということでございます。すみませんあの以上でございます。62ページを6分間で説明いただきまして続いて飯田総合政策課長より資料3、地球温暖化対策について説明をお願いいたします。はい、あのそれでは資料3に従いましてあの地球温暖化対策の状況についてご説明申し上げます。まず1ページ目をお開きください。あの震災前後におけるですね、温室効果ガスの排出量の動向ですけれども、2010年に比べまして2011年度はですね、あの温室効果ガス全体でですね、0.51 億トン増えておりますけれども、下見ていただきますとですね、あの、そのうちですね、電力分、あの原子力、原発財団のために化石燃料による火力発電の焚き増しが増えたことでですね、0.5 億億トン増えておりまして、これがかなりあの大きなインパクトとなってですね、全体の温室効果ガスの排出量を増やしているということがあの見て取れるかと思います。まあ、2ページ目はあのそれをですね、あの原発の比率と合わせて電力分野の CO2 排出量を示したものが2ページ目でございます。3ページ目に移っていただいて、それでは世界の CO2 排出量の推移はどうなっているかということでございますけれども、世界全体では1997年京都議定書採択時からですね、2010年にですね、227億トンから300億トンと大幅に増えております。で他方で先進国の排出量は世界全体の5割だったものがですね、2010年には3割に低下いたしまして、新興国の伸びがですね、非常に大きくなってございます。あの下の表を見ていただくとですね、まさにこう中国インドあたり見ていただくとかなり大きく伸びているのが見て取れるかと思います。一方日本を見ていただくとですね、日本はあの 3.8% ということで、日本の取り組みも大変重要でございますけれども、温暖化は世界的な課題ですので、むしろですね、世界全体の排出量を減らしていくためには、その増加が著しいですね、中国インドといった新興国の排出量抑制が課題になっているということでございます。で4ページ目を見ていただくとですね、今後の動向でございまして、2030年に向けてどうなるかと、
で世界全体では、まあ、それでも 1.2% 伸びますけれども、特にインド、中国、インドが2倍、中国が 1.4 倍ということでですね、大幅にやはり先進国、新興国の使用財政は増えていくという状況になっております。で5ページ目でございますけれども、これはこの審議会もですね、まさにこの5ページ目の上にある責任あるエネルギー政策の構築ということで、今年の1月の総理の指示を踏まえて現在検討を進めておりますけれども、その時に合わせまして地球温暖化対策の見直しということで、この11月の COP19 までに 25% 削減目標をゼロベースで見直すと、それから攻めの地球温暖化外交戦略を組み立てるという指示がございまして、この内容については11月に向けて現在検討が政府部内で進んでいるところでございます。それで7ページ目に行っていただいてですね、今申し上げた見直しも COP19 も含めたですね、今の国際的な気候変動の交渉スケジュールでございますけれども、一番下が京都議定書でございまして、2013年から2020年は京都議定書の第2約束期間ですけれども、これ日本は不参加でございます。で 25% 削減目標を出したのが真ん中のカンクン合意に基づくものでございまして、これは2020年における削減目標行動のを推進するということで、この 25% ここで示した 25% を COP19 までにですね、見直すということが先ほどの総理指示でございます。加えましてダーバン合意ということで、むしろもっと先の2020年以降の、その使用温室効果削減の枠組みにつきましては、この矢印で見ていただいて、2015年 COP21 で、将来の枠組みを採択するというスケジュールで現在取り組みが進んでいると、この3つの流れでですね、気候変動の交渉が進んでいるところでございます。8ページ目でございますけれども、温暖化問題に対するですね、我が国のスタンスでございますけれども、まあ、当然日本はやるべきですね、温暖化対策を、国内対策をしっかりやっていくという前提でございますけれども、先ほど見ていただきました通りですね、世界的課題であって新興国を中心にですね、非常に大きく温室効果の排出が伸びる状況になっておりまして、日本一国だけがやれば済む問題ではございません。したがって全世界でその排出削減を実現するためにですね、まあ、日本は非常にその取り組みの先進国でございますので、まず日本が持っている技術をですね、海外に広げていくと、それからさらに研究開発、技術開発を進めて、より高い技術を実現していくと、それから、まあ、新しいエネルギーインフラ、先ほどあったディマンドレスポンスを含めてそうしたシステムを作っていくと、で最後にですね、すべての国が参加できるような公平で実行力のある国際的枠組み作りをしていくということで、世界全体の温室効果ガス排出削減に貢献していくことが必要であるというふうに考えております。で9ページ目でございますけれども、9ページ10ページ目にですね、そのうち の技術の取り組みでございますけれども、環境エネルギー技術革新計画というのをこの9月にですね、総合科学室会議で改定をして決定をいたしておりまして、10ページ目にですね、革新的技術として37、例えば高効率石炭火力発電技術ですとか、次世代自動車技術という技術を特定をして、この技術開発を進めていくためのですね、丸2で施策を強化していくことで、丸3番目で、まあ、こうして開発して実用化された技術を、まあ、二国間クレジット制度等を活用しながらですね、世界に広げていくということをですね、取り組んでいくということがこの9月に決定をいたしております。11ページ目、12ページ目はですね、その二国間クレジットの具体的な締結状況と、アメリカ EU における地球温暖化対策の取り組みでございます。13ページ目にですね、温暖化に関連するエネルギー政策の全体像ということで、需要面、供給面合わせてですね、ここに書いてございます。まあ、先ほどご説明ございましたけれども、トップランナー制度に新たに建築材料、LED 電気を追加をいたしますですとか、次世代自動車の普及、2030年までに新車販売の5から7割を次世代自動車にしていくとかですね、再生可能エネルギー、それから火力発電、原子力発電を進めてですね、具体的に国内の温室効果削減に取り組んでいくということで、14ページ目以降にですね、それぞれの具体的な対策とですね、具体的な目標、検討中のものもございますけれども、2020年までに何を目指してどういう政策をやっていくかということが取りまとめてございます。ご参考にしていただければと思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。最後になりますけれども、
木村省エネルギー新エネルギー部長より資料4の省エネルギー再生可能エネルギー分野の海外展開について説明をお願いいたします。はい、資料4でございます。おめくりいただきまして、あの1ページ、1の1海外展開の重要性というところでございます。まあ、あの言わずもがなでございますけれども、あの IEA のアウトルック等によりますと、その2030年までに世界のエネルギー需要 1.3 倍増加と、でその増分のまあ9割というのは中国、インド、あるいは中東といった新興国に、寄っているということでございまして、現実にその省エネあるいは再エネ再生可能エネルギーについて その導入の機運というのは高まってきていることは実感しております。で、あの、まあ双方でやはりまあそのスマートコミュニティあるいはスマートグリッドといったその技術についての関心も高まっておりまして、もともと系統が弱いといったまあその事情もあるのかもしれませんけれども、いずれにしてもそのこういうものにつきましても、その市場規模はあの大幅に大きくなるということが見込まれております。で、従いまして、そのまあ海外展開を考えます場合に、まあ当然その地球温暖化問題への貢献あるいはそのまああの我が国エネルギーセキュリティの確保といったことがまあ重要なわけでございますけど、合わせてまあ成長が見込まれる国際的なエネルギー市場の獲得ということも視野に入れながらやっていかなければならないということでございます。で、2ページでございますが、まあ、具体的にその一言でまあその省エネあるいは再生可能エネルギーと申しましても、やはりその地理的特性あるいはその気候条件ですとか、まあ、経済の発展段階、まあ、あるいはその特にその政府が強いところが多いですので、やはりその制度面のあるいは政策面の因子というのがまあすごく効いてくるわけでございます。で、実際にそのまああの現時点下をその目指しておられる企業の方 の, そのアンケート調査ヒアリングとかによりましても、やはりまあ現地ニーズの把握が非常に難しい、まあ、あるいは現地の招集感が違うと、まあ、これはまあある意味当たり前のことかもしれませんけれども、まあ、あるいは現地政府とか地元企業とのまあ交渉が非常にまあ難しいんだというような声があるわけでございまして、で官民挙げてその取り組みをやっていく、まあ、環境整備それから市場のまあ獲得支援ということにつきましても、その国も関与しながらやっているということでございます。で、おめくりいただきまして、その3ページ目でございます、2の1でございますが、まあ、動向調査につきましては基本的な資料 の, その整理ということでやらせていただいておりまして、で、別途その普及啓蒙それから制度構築支援といったことで、具体的にその例えば専門家派遣研修生の受け入れといったことで、まあ、省エネ再エネ関連 その制度自身を、まあ、ある種、まあ、構築していくということ自体をその、まあ、サポートするということをしてございます。で、まあ、38カ国のうちその33カ国で具体的にその制度がその導入されてきているということで、まあ、サポートをしてきたわけでございまして、でこういったことでその具体的にその省エネ再エネ の, その重要性についてしっかりまあ植え付けていくということがまずは必要なんではないかということでございます。から4ページでございますが、で、日本 の, その技術なんですけれども、非常にまあ高度といいますか、そのしっかりその需要に対応できるだけのポテンシャルはあるんですけれども、まあ、いいものがあっても、まあ、なんでそこまで必要なのかとか、まあ、あるいはそのイニシャルコストがやはり高いということで競争に負けてしまうということがあります。で、したがってその日本 の, そのまあ優れた技術、まあ、多少割高かもしれませんけども、そういうものが本当に必要だということがそのきちんとその現地に評価されるようなそういうその仕組みを構築していくということが必要だと考えておりまして、で例えばそのインドの例ですと、その省エネの認証制度の導入ということで、まあ、あの具体的にそのあるものがまあ基準をその満たしていることをまあ公にそのまあ証明をするということでございますけれども、まあ、それにその合わせてその満たしている技術のリストをそのつけるみたいなことをやって、まあ、それでその日本 の, その製品がまあ受け入れられ約するようなことを考えておるわけでございます。それから5ページでございますが、まあ、様々なそのやはりお見合いの場をその作っていくということがまあ必要になるわけ で, で、政府間 の, その対話のチャンネルがあるんですけれども、そういうことを捉えましてセットで、まあ、あの民間レベル の, その交流というのも進めていただくということで、例えばその今ちょっと、まあ、中国との関係非常に難しいものですから止まってございますけれども、日中の省エネフォーラムは7回過去やってきておりますし、まあ、様々な枠組みがあるわけでございます。で、合わせてまあその機会にその、まあ、政府の力が強いということがございますので、政府レベルでやはり各国 の, その規制緩和ですとか、あるいはその一定の助成といったものをその引き出すという試みもしております。それから6ページでございますが、最終的にはその個別プロジェクトについて、それをそのどうやってその結実させていくかということになるわけなんですけれども、その共同実証ということをその予算もつけてやっているということでございます。で、
まあ、具体的にはその2つ目のその資格の丸4のところでございますけれども、まあ、日本のその優れた技術、まあ、それがその単に、まあ、風土とかやっぱり違うわけなんで、そのチャンピオンデータとしてその日本にありますというだけではやっぱり通用しませんので、まあ、それをその現地のニーズに応じましてオーダーメイドをして、現地でその有効性あるいは優位性というのを可視化していくような試みというのに予算をつけてございます。それに政策的支援ですとか、あるいはそのそういったものをモデル的にやって、それをその横展開していくといったようなことをセットでやる、まあ、あるいはそのできるだけその上流のところマスタープランを作るようなところに、まあ、食い込んでいくといったような試みをセットでやるということを試みてございます。で、7ページ8ページはそれの実績でございます。まあ、いずれにしてもこういう、まあ、共同実証等も含めまして今後、まあ、インフラ輸出等に貢献してまいりたいというふうに考えてございます。以上です。はい、ありがとうございました。それではここでディスカッションに入りたいと思いますけど、その前に柏木委員、市外委員、豊田委員および西川委員より意見書をいただいておりますので、ちょっと後藤新官の方から、はい、資料の5、6、7、8と、4枚、出ております。柏木先生からスマートコミュニティの話、それからその他の実証のためについてのさまざまなご提言いただいてございます。まあ、ちょっと内容はお時間の都合もあるので、まあ簡単なご紹介にとどめさせていただきます。それから市外委員から資料6でありますけど、電力料金の値上げということで、まあコストが電力料金が 25% 上がり200億円1台当たり2万円というお話、それから面的利用が重要だというようなお話をいただいてございます。それから豊田委員の方からは、まあ省エネ施策を確実に行っていくべきだということと、産業競争力の維持のためには原子力の再稼働が不可欠ということ、それから、動かないと火力の輸入燃料費が2兆7000億を超えるというような趣旨の、資料をいただいてございます。で、最後、西川委員でありますけど、まあ、温暖化対策が非常に重要だということと、これは原子力発電所停止に伴う CO2 の増大だというお話、それから、最後、日本経済の、にマイナスの影響が出ないようにというふうにしていただきたいというような趣旨のこと、最後、全体のバランス、原子力を含む全体のエネルギー源についてバランスを取って適切に考えるべきであるという趣旨のことをいただいております。以上でございます。はい、ありがとうございました。今日はちょっと盛りだくさんですけれども、まあ、全体として後でまとめなきゃいけないと思いますけどね、需要という面でですね、今日は個々の問題に関して、各委員の意見があればぜひともよろしくお願いします。いつもの通り札を立てていただいてご意見よろしくお願いします。じゃあ佐田委員どうぞお願いします。どうぞ。需要サイドという日ですので少し発言しなければと思ったんですが、非常にですね大事な視点の資料がたくさん出てきていますので、ちょっと一言ずつコメントさせていただきたいんですが、一番最初の資料1のところでですね、まあ、電力料金が上がっていることでの産業界の皆さんが非常に苦労されているというお話、やはりこういうことはですね、日本の将来にとっていい非常に好ましい方向ではないというふうに思っていますので、どうにか解決してほしいと思いますが、そのことを考えたときに困った傾向としてですね、最後の方にいろいろな、事業者さんにインタビューしていただいているページがあって、7ページですかね、最後から2番目とか最後のあたりで燃料をですね他の、まあ、効率化するだけではなくて石炭ボイラーのですね少し低品質の石炭にしているというようなお答えをされた事業者さんが結構出てきているというのはですね、こういうふうにしていくとその CO2 削減の話だけではなくてその大気汚染とかですね、そういうことにも近隣の汚染とかそういうことにもつながってくる可能性がありますので、まあ、こういうことにならない手前でどうにかストップできるようにですね、政策をきちんと打つというのが大事なんだろうというふうに思います。で、この事業者さんにとってはどういう政策が一番効くかというのは分からないんですが、いろいろたくさんある中で、例えば今ですね工場がたくさんあるところで電気とか熱とか優遇するというのはですね、あるいはある程度 そのモデル的なところとか特区みたいなところしかですね、うまくできないという、まあ、設備ができていないというところもあると思いますので、できるだけそういう電気熱 の
供給のやり取りなどがですね、どんなところでもうまくいくようにとか、いろいろこうメニューはあると思いますので、こういうところに対してきちんと協力し合っていくという、まあ、そういう方向性を持っていくのも大事なんじゃないかというふうに思ってこの資料を拝見しました。で2番目のですね、消費者の意識に関して中上委員がですね、本当にご専門の中できちんとアンケートを取っていただいてですね、本当は消費者としてはどんなに値上がりしても今の時代一緒に支えると申し上げたいんですけれども、やっぱり電気料金が高くなるということに対して非常に社会のですね、関心が高まっているということがデータで出てきているのを非常に重く受け止めなければいけないというふうに思っています。でその時にですね、もう一つ読み方があるのは、今お話では電力不足だから節電をするということから、電気料金が高くなったから節電するという意識に変わりつつあるというお話だったんですけれども、もう一つですね、2ページ目のところで今のところの実効的な料金値上げが同じぐらいで、全体的には数字的に言うとかなり 25% という東京などがですね、非常に料金の値上げの今後の幅が大きいわけですけれども、それに対して、料金の値上げを実感しているというのは関西の人の方が割合が高いんですね。そういう意味でなぜ料金が高くなっているかということのに対する理解が強い方が少し協力をしようという意識が強いんじゃないかなというふうに思います。で例えば災害の後の、原子力発電所の事故で、原子力が止まっていると、で再稼働できるかどうかは規制庁が今一生懸命チェックをしているわけで、どういうスピードで、再開するのか、廃炉の宣言があるのかわからないけれども、とりあえずですね、今そういうふうに社会が動いている中で私たちが支えられるところは支えていくということが必要なんじゃないかということをちゃんと伝えていただくということで、少しは緩和されるんじゃないかなという気もしますので、そういうその情報提供、きちんとした情報提供ということは続けていただければありがたいなというふうに思っています。でなおその次のですね、需要サイドから見た今後のエネルギー政策の資料2のところが実は今回一番重要なんだというふうに思いますけれども、これを拝見してて結局はですね、エネルギーとか、そういうものの使用量は産業界の方が一番量は大きいけれども、長年のことを考えれば産業界はそれだけ、省エネ徹底しているけれども、業務家庭部門が徹底の仕方が弱いというところをですね、明確に表そうとされている話なんだと思います。で私自身その地域で環境学習とかですね、環境の視点のまちづくりで、それを全国に広げるシステム作りとか、そういうことにずっと携わってきている人間からいくと、そういう取り組みが効果がなかなか上がってない、あるいはその効果は上がっているけれども、日本全体の統計的に見ると効果的な数字になってないっていうのは非常に残念だというふうに思っています。ですからそういうところをはっきり定着させるためにどうしたらいいのかっていうのを考えると、これを拝見してもその技術とか地域での面的な取り組みとか新しい先進事例はもうかなりできていると、じゃあそれをいかに社会全体に広めるかっていうところの政策作りとか、そういうところを徹底していただくというのが非常に大事なんじゃないかというふうに思っています。でそのためにできるだけその政府各省庁一丸となってですね、まずそういう政策を動かしていただければと思うんですが、いつもロードマップがないとか申し上げるんですが、今回の資料にはちゃんとロードマップが出ていてですね、22ページの政策は11ページに出ていて、ロードマップが22ページに出ているんですけれども、もう少しぐさっと分かりやすくですね、家庭とか地域で言えば住宅とか建物の省エネっていうのが非常に影響するわけですので、そういうところにきちんと行くということが大事だというあたりをですね、もっと徹底していただいて、その省エネ法が改正されていますけれども、今300平米以上にしかかからないとかですね、義務化義務化とかですね、そういう報告義務などがかかってこないという、こういう中でですね、徐々に義務化していきますよっていうことをもう少し強くやっていくとかですね、ある程度そういう
支援策をしていきながら、その後の規制的な措置を明確にもっと強く見せていくという、やはりそういうやり方を徹底していただければありがたいなというふうに思っています。で、実はそういうことを考えていくとですね、その制度設計と事業者さんの熱心な取り組みというのが大事なんですけれども、それを後押しする自治体がですね、地域の中の削減目標を立てるとかですね、少しそういう自治体の制度設計とかそういうのも一つ大事かなと思いますので、全体が取り組んでいただければいいなというふうに思います。でなおですね、あんまり長くしないようにしますが、今回の資料の中に省エネがマーケットになるデマンドリスポンスのお話がかなり出てきていて、そういう実験的な取り組みがされているというふうにありましたが、実験的なところではピークカットなどの効果が 20% だというふうな数字が出ています。それで環境学習のところでですね、ちょうど事故の直後、関心のある人は省エネデータを取って協力してくださいと呼びかけて、100件が協力してくださって、そのデータから見ると3ヶ月ぐらいの夏場の間で 25% 減らすということが可能になっているというデータを取りました。そういうことを考えれば意識的なやる気プラスインセンティブのついたものだと2割だけではなくて、もうちょっと削減効果っていうのは必ず出てくると思いますので、こういうような仕組みをきちんと入れていくとかですね、それがマーケットになっていくというふうになればですね、またきちんと地域で定着させようという動きも出てくると思いますので、ぜひこういうような取り組みをですね、定着できるように広めていただければありがたいなというふうに思います。でその際ですね、46ページに周辺ビジネスの促進という課題4というのがありますけれども、私は実はこれがですね、地域のメンバーにとってはすごく大事なことで、もちろんそのエネルギー大事なんですが、エネルギーの話だけではなく、地域の暮らしの中で高齢の方が多くなった団地とかですね、ホームセキュリティの話とか、若い方たちでもその地域の中でどういうふうに子どもたちを見守っていくかとか、いろんなこう課題がありまして、こういうこう自分たちのにとってもコミュニティのプラスになるような動きというのが、これからのスマートシティ作りにはつながってくるんだということをもっともっと強く感じることで、社会が一丸となるんじゃないかなというふうな感じがしております。ですからこの辺のですね、こういう動きとか分散型のエネルギーシステム作りとか、こういうところって非常に可能性が強いんじゃないかなというふうに思っています。でなおですね、残りの2つの資料なんですが、一言ずつ申し訳ありません、簡単に申し上げたいんですが、いいですか、短く資料がたくさんあるので頑張って言います。温暖化のところなんですが、私地球温暖化対策の方の委員会にも出ていますので、あちらで細かく発言しますけれども、資料の7ページ今後のスケジュールっていうふうに見ていてですね、やはり今年も11月に交渉がありますけれども、国内は無理だけれども技術はいいから海外に貢献するというのだけではですね、なかなかやっぱり海外の信頼をこう続くというのはとても難しい話でですね、できるだけ定量的な数字をですね、早く出しながら交渉に参加するというのが日本としては私は大事だと思っているんですが、せめて2015年のですね、COP21 このあたりはですね、昨年のリオプラス20の時も2015年でその MDGs が終わって、そのサステナブルディベロップメントゴールズっていう世界の新しい目標作りが2015年からスタートしますので、そういう大きな変わり年になりますので、この辺が非常に重要な年になってくると思いますので、せめてこの辺までにはですね、しっかりとした日本の方針が出るっていうことが大事だというふうに思っています。で最後の資料なんですけれども、海外展開のところで2ページで海外展開支援の必要性と書いてありますけれども、私はこういうのはですね、今までやってなかったんですかって言いたいくらいちゃんとやっていただきたいという話だと思います。であとですね、よくこの分野だけではなく、日本はですね、海外に行くときに技術はしっかりと導入できるんだけど、その後の運営とかシステム全体の提案が弱くて、そういうところは他の国の提案にお任せするような形になったりということが今まで大変強く言われていたと思うんで、技術と運営システムとか、そういう総合力できちんと国も
きちんと、前に出ながら、日本の産業界を応援していただくというのが大事なんだというふうに思っています。でその時に今昨年 の, そのリオプラス20の時もですね、新しいその海外の都市づくり、都市の環境負荷が大変高くなっているので、そういう視点で環境対策を広げていくということが、まあ、グリーン経済の具体化に重要なんじゃないかというか話し合いが随分ありましたので、そういう視点を強調しながらですね広げていただければありがたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。